金庫を開けろ。逆らえば撃ち殺す。やるなら一発で殺せよ。出ないとお前が死ぬぜ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。俺も同じようにやれば会えるかな、赤花に。さあ、ジャッジアイズパート7やっていきましょう。会ったことはある。でも、もう1年ぐらい見てないな。1年も会ってないってことは、もうおらんのちゃうの。お、またやってるわ。お、サナちゃん、聞いてください。実はすごい嬉しいことがあって、今日芸能事務所の人に声かけてもらったんです。いよいよデビューか。ブルーさんの人らしくて、私の歌を聞いて声かけてくれたみたいなんです。うちの事務所でプロとしてやってみないかって。それはすごいね。なんかでも遠い存在になっちゃうよな。そうだよ、サナちゃんなら絶対大丈夫だよ。サナちゃんの歌を聴いてるとグッとくるから。サナちゃんならあっという間に国民的歌手になれるぜ。それにしてもプロデビューか。ああ、なんだか遠い存在になっちゃったな。遠い存在だなんて、それちょっと気が早いですよ。それもそうか。すでに人気も実力もあって運もある。マジですごいの子なのかもな。スカウトの話、また今度どうなるか聞いてみるか。無事円満に続くといいんやけどな。カムル町にはいないんじゃないの？もう長いこと見てないよ。やっぱりすでに亡き者になってそうやな。お前がプロデューサーか。お、やっぱりここにいたか、サナさん。え、怖がってるけど。夜はここで歌ってるって聞いたからさ。で、どう？考えてくれた？君のことは買ってるんだ。絶対に有名にしてみせる。だが俺に任せてくれよ。ほら、そんな暗い顔してたらファンがつかないよ。この男は例のプロデューサーか。誰だい君は。いや、ただの知り合いです。知り合いね。普通の職業の人じゃないよね。何してる人？探偵をしています。え、探偵、面白いですね。俺はこういうものです。お世話になることもあるかもしれませんね。お待ちしております。それじゃあ、さなちゃん、例の件考えておいてね。超怪しいんやけど、斉藤さんという人です。元気がないな。さっきのなんかあった？あったくせえな。実はさっきの人から仕事を持ちかけられたんです。プロデビューの条件として。仕事どんな？はい、取引会社の社長さんと接待というか。接待？一緒に食事に行くとか？それだけならいいんですけど、食事の後のことも覚悟しておくようにって。え？枕じゃん。枕営業ってやつ。わかりません。問いただしてもはぐらかされちゃって、ただの思い過ごしかもしれません。気軽には乗れなさそうみたいだね。実際にこういうのはいっぱいあるんやろね。探偵さんなんですよね。そうよ。実は私と同じで歌手を目指してる友達に悪い噂を聞いたんです。あのプロデューサーが関わった女の子はみんなひどい目に遭ってるって。それはサナちゃんとしては聞き捨てならない噂だね。もし事実なら今回の仕事も裏があるんじゃないかと思うんです。女の子の夢を食い物にする悪党はマジで許せんな。俺に調査をしてほしいってことかな。あの人が信用できるかどうか判断するために。許さんぜ、斎藤。おい、シンガーソングライター志向で。おえやないか。はい、純粋そうで重要ありますよ。おえやないか。せや、こんなんどうやろ。実力枕営業、悪夢に落ちたラブソング。歌手に憧れて上京してきた田舎娘が悪いプロデューサーに捕まってしまうね。そんで枕営業を持ちかけられて、その様子を取られちまってないゆえ。うえええやろ。その悪いプロデューサーって僕のことじゃないっすよね。せやかてリアルやろ。素人企画者の AV は需要あんね。これは、ね、だが確かにこの子いるで。テレビに渡しとうないわ。でしょ？その子には俺から話しといたんで、バッチリ撮影しちゃってください。なるほど。柄の悪い AV 会社やったわけや。俺らいかんわ。事務所に。嘘やろ。サラちゃん、無理やり拉致られた。そんなに急ぐようなもんか、お前ら。ん？お前ら話してんねん。ん？お前ら勝ち込み来たんか。サラちゃん、今助けるぞ。みんな、格好はいいか。行くぞ。いや、お前ら待て待て。待て待て、大丈夫や。お前ら俺に任せろ。あんた確か、サラちゃんと話してた。あの子が怪しい奴らに連れて行かれて、様子が変だったからついてきたんだ。それどころじゃねえ。サラちゃんが中に。やっぱりここが。
今作戦立ててんだ。あんたも一緒に殴り込むか。いや、あんたらここで待っててくれ。あと念のため警察にも連絡を頼む。そうか、わかった。お前ら全員殺します。何やてめえ。さん、その子を返してもらいに来た。確か探偵さんだったが、邪魔しないでもらえるかな。これから彼女の教育するところなんだ。営業避けて失礼がないように。なんならあんちゃんも一緒にどうや。そこをどけ。やれやれ、気持ちいい思いより痛い目に遭いたいみたいやな。全員殺します、全員殺します。はい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 、はい、ボン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 。全浮き上がったところを足で絡めとって、くる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 。おいおいおい、もっと凄惨な地獄を味わわせ殺したかったところやが、まあやろ。大丈夫かサナちゃん、もう大丈夫だよ、安心して。でもこれありえない話じゃないっていうのが辛いところやな、この世界な。ありがとうございます。すまない、俺をもっと警戒しておくべきだった。八神さん悪くないです。あの、私やっぱり向いてないんですかね、芸能界。どういうこと。もしこの先またあんなことがあったら私耐えられないと思います。怖いんです。そのちゃん、思い出しただけで震えが。そら怖いよ、当然だよ。私覚悟は足りなかった、ただの世間知らずの田舎者だったんです。芸能界っていうきらびやかなイメージにただ憧れて、何も知らずにのこのこと悪い人たちのところに行って、無知でバカで。そんなことないと思うけど。帰ろうかな田舎に。諦めるのは早いよ、諦めるのはまだ早いんじゃない。まだたった一回つまずいただけだ、それも事故みたいなもの。それだけで諦められるような夢なの。俺もすねに傷のある人間だ、つまずく痛みはよくわかるよ。だけど一度諦めたらもう元には戻れない。後になってどんなに後悔してもね。それでも諦めるって言うなら俺は止めないよ。八神さんの気持ちはすごい嬉しいです。でも私、諦めないで。そうだよ、サナちゃんは才能がある、諦めるなんてもったいねえよ。そうだそうだ、それにサナちゃんの歌が聴けなくなるなんて寂しいよ。みんな、でも私も、おう、君が夢見た道の彼方、私の歌、僕は見えない背中を追いかける。諦めるなんて君らしくないよ。暗い夜道を照らす光や希望。よう見たら本人の顔プリントしてんの、その札。気持ち悪い。サナちゃん歌ってたじゃないか。諦めるなんてサナちゃんらしくないよ。私らしくない？そうだよ、サナちゃんは希望の光だ。僕はずっとサナちゃんの背中を追いかけていたいんだ。僕だってあの歌に勇気づけられた。だから毎日辛い仕事も頑張れるんだ。私の歌で僕もサナちゃんを諦めないもんね。ありがとうみんな、応援してくれるファンもいる。心強い限りじゃないか。私すごく怖いけど、もう少しだけ頑張ってみようと思います。その心意気や、また何かあったら八神さんが助けとるわ。よろしくお願いします。ああ、武道館ライブになったら呼んでな。ま、その時はテレビの向こうの遠い存在になってしまってるかもしれないが。何これ、ガールフレンド。デートを繰り返し親しくなっていけば、やがて特別なイベントが起きるかもしれません。それはね、ファンの3人に申し訳ないから、それはできない。それは3の裏切りの行為になる。それでさ、今心が痛んでるあのか弱い女の子にさ、心つけ込んでさ、そういうさ、ワンチャン狙うとするよくない男。どうやってメッセージ送れるん、これ。メッセージ送れんぞ、どういうことや。残念ながら赤花の居所は分からなかった。ただホームレスを探すならいいとこがあるらしい。そう言ってる人がいてね。ああ、ちょうどいいや、その人が来た。なあ、誰かホームレスを探し回ってる人ってあんたか。もう見つかった？いや、まだだけど。なら、カムロ町の児童公園に行ってみるといい。ボランティアの炊き出しやってるから、この辺のホームレスならみんな集まるはずだよ。そっか、ありがとう。いいんだよ別に。じゃあ、ありがとうね、おじいさん。炊き出しやってんのってここ、狭い公園やけどね。真っ赤なお花のトナカイさんじゃなくてホームレスさんの場所を知りませんか。何この意味深なムービー。ん、炊き出しなんかやってなくないっていうか。いや悪かったね、おっちゃん。
炊き出し、ここじゃやってなかったよ。勘違いしてた。ん？どういうこと？え？おっちゃん？俺に何か用か。ああ。赤花に頼まれてな。マジで？えらいこちゃえらいこちゃ。じゃこれ使ってみていい？いたいたいた。じゃこれやってみていい？これやってみていい？これヒートアクション覚えたんすよ。これ。よいしょ。公演限定のヒートアクション。おお。うわすっげえ強いよ。ん？え、まだあるん？すーげえ。じゃじゃ来たね来たね来たね。おれーと。おかしいのはお前らや。よいしょよいしょ、トイレ戦うぞお前ら。ふぃー宮原てめえこの野郎、おじいちゃんだろかよ、そしないよ。あ、来たね来たね来たね。ティムタそんなとこ頭からいったら危ないって。うぃー、なんで俺を襲った？あんたが何者か知りたかったのだよ。なんで今になって赤花を調べ回ってるのかって。あんたら赤花を知ってるんだな。あいつは生きてんのか？いや、死んだよ、とっくの昔だ。まあやっぱりな。なんで死んだ？1年くらい前、赤花が下水に沈んでたのを見たやつがいる。マジで？絶対ハムレや。銃で撃たれた跡があったって。銃？その死体、警察には？いや、届けてないんだな。俺らは警察が好きじゃないし、向こうもドブで死んだホームレスの事件なんて面倒なだけだ。いや、対応はしてくれるやろ。死体だってもうどっかに流されちまったよ。マジで？それでも俺らは赤花に何があったか突き止めてやりたかった。せめてもの供養にな。そっか、せめて埋めてやりたかったけどな。誰が何であいつをやったかは今もわからねえ。ただその頃、東条会のヤクザが一人あいつを探し回ってた。アズマが？東か。そのヤクザが赤花を殺したのか？わからねえ。俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろう。ヤクザの金庫を襲って生きてるわけないわ。あんたからなら何か聞けるかと思ってよ。それでさっきは。あいにくだったな。そいつは下手なヤクザよりタチが悪いんだ。ガキン頃から喧嘩の場数だけは踏んでてよ。それもカムロ潮流でだ。遅かったな、カイトさん。1年前に赤花を探し回ってたってヤクザ、こいつか？ああ、こいつだ。間違いないよ。1年前、東は強盗犯だった赤花から1億を回収して組に戻している。その頃下水道には赤花の射殺体が上がっていた。となると犯人は誰だと思う？俺にはどうしてもあの東が人を殺せたとは思えねえ。うん、俺もそう思うよ。銃だって下っ端のあいつがどっから調達した？銃くらいどうにでもなる。ここはカムロ町なんだぞ。確かに説得力あるな。東に話を聞きに行く。あんたも行くだろ、海藤さん。あんたは東に何があったか知りたかったんだよな。ああ、分かってる。東はシャルルにいるはずだ。あのゲーさんか。お、海藤さんと一緒に動けんのか。いいね。めっちゃ走ってる、海藤さん。よう追いつけんな、お前。ターボ、お前もっとゆっくり歩かねえかって言ってそう。カイトさん一緒に車乗ろうや。あ、カイトさん乗らへんねや。割と良識あるんやな、このゴリラ。さあ、シャルルに入る前にガチャガチャ回そうぜ。サーモンや。
もうヤクザもたまり場なっとるやないか。ヤガミが、カイトも一緒です。アズマ、こっちは揉める気ないね。どういうつもりですか、カイトさん。赤パナのこと聞きに来たんや。抜き打ちで押しかけてきたのはそっちが先だろ。いいか、こっちも喧嘩腰なっとるわ。何の用だっつってんだよ。東、お前赤鼻を殺したか。え？1年前松金組に押し入った拳銃強盗だよ。そいつから1億回収したのはお前だったよな。でもちょうどその頃赤鼻の死体を見たって人間がいる。撃ち殺されて下水に沈んでた。え？東さん黙れよ、人聞きの悪い。本当にお前が赤鼻を殺したのか。どうなんだ東。あん時俺は兄貴を助けたかったんですよ。金さえ取り返せば波紋も取り消せるって。そのためなら何だってやる覚悟でした。なのに今は怪盗の兄貴に銃向けんのか。うるせえ。俺とターボを殺す覚悟ができたってことか。あんたの銃、俺ら全員の口塞ぐには弾が足りんな。お住所に。てめえ赤身、何やってんだ。行けお前ら。じいさんたち外出てろ。苦しいわ。やっと俺の出番だな、タボ。ああ、給料分は頼むよ。あっちいね。おっしゃ。狭ない、こんだけ戦うって。アズマ、これでまず一人。いてててやりすぎやりすぎ。あ、アズマ、アズマ、アズマの背骨が。待て待て、俺が君みたいなゴルじゃない。アズマお前ガードしてんじゃねえんだよこの野郎。おなこれ、おーおー、いくぜ。うーしゃー、行くぜ、カイトさん。まだお前来てんのか。おめえ下がってろ。なにこれ、やべ、QT の予感する。よいしょ、うん、あぶねえな、おめえ。こっからがさせねえ。あぶねえ、あぶねえ。行って行ってって、空中飛んで。いや、死ぬ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 。アズマ、アズマ、ちょっと一回落ち着いてさ、飯食わん。酒、おにぎり、フレッシュ卵サンドをつまんでつまんで、で、卵サンドもつなんで、オッケー、こんぐらいでいいか。いてて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 。世話になった親父に、お前は、わあ、キムタクどこ行った。あれあれ、あ、ゲーセンがもうなんかあれだ。まずい、うわあ、いったらずな。お前は、お前はこれで殺す。あれ、ぐる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 、みょん。ゲーセンがもうさらちになっちまったわ。いや、つえな、ズマ、お前。ずいぶん鍛えたな。ゲーセン元戻ってる。なんで。俺は、やってねえんだ。まあ、やと思うよ。赤鼻を殺したのは、俺じゃねえ。じゃあ、誰やって話になるで。じゃあ、誰がやった。赤鼻が、松金組の金を奪ったとき、組の中に誰か手引きした内通者がいたはずだ。そいつは赤鼻にいろんな情報を与えてた。事務所が手薄な時間帯、金庫のある場所はもちろん、その中に確実に金がある日時。でなきゃヤクザの金を奪うなんてまず不可能だ。その内通者が
赤穴を殺したんじゃないのか。真相の口封じをするために。そうかもな。誰なんだそいつは。そこまでしてなんで組の金を。金は二の次だったんです。あ、カイトーの兄貴を潰すことが内通者の本当の狙いでした。だからわざわざ兄貴が当番の日に金庫を。俺を潰すため。じゃあまさかその内通者ってのは羽村の頭か。頭にとって兄貴は組の中でただ一人の脅威だった。まあ、意外でも何でもなかったな。兄貴さえいなくなりゃ、やっぱりなって感じだ。松金組を完全に掌握できる。にしても羽村お前マジでよ。そう踏んだ。確かにな、実際今そうなってる。頭に逆らえるもんはもうただの一人もいねえ。あの人にはそれだけの稼ぎがあって力がある。頭あっての松金組だ。羽村の頭は海藤さんを追い出すために狂言強盗を仕組んでその責任を取らせた。でも東はその真相を知っているのに、なんで今も頭の言いなりに。赤鼻が死んだ時何があった。お前は全部知ってるんだろ東。1億が奪われて兄貴が破門になった次の日だ。俺札から情報を買って、その夜にはもう赤鼻の名前と顔を手に入れてた。そいつで街中聞き込んで行き着いたのはカムロ町の下水道だった。ただそこにいたのは赤鼻だけじゃなかった。羽村の頭もそこに。ああ、頭は赤鼻から9000万を回収して高飛びさせようとしてたんだ。9000万つまり赤鼻の報酬は1000万それで円満におさらばのはずだった。誰だ、出てこい。羽村の頭か、頭ですか。俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる。一人か。 あの、そこのホームレス赤鼻と言って、そいつが事務所の1億を。恨むならあのバカを恨めよう。なんだ。東が見ちゃったからか現場を。頭、そいつはまずいんじゃ。お前なんで奴が犯人だと分かった。それは俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと。綾部から札の情報を買って赤鼻にたどり着いたこと。言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、海藤の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします、勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形見にしてみせろ。でもどうすれば。
こうすんだよ。お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。これでお前も本物のヤクザになったな。モグラもあれやけど、お前もお前で一発のゴミクズやな。それはお前がやったわけじゃない。うん、そうや。ああ、だが俺はその前には町中歩いて赤鼻の居場所を聞き込んでた。そして奴を撃った銃には俺の指紋。傍から見りゃ言い訳できねえ状況が揃ってる。確かにそうかもな。状況から警察は東を疑った可能性が高い。俺の顔悪くなったって言ってたよな。実際俺もそう思ってた。なあ、今の話をおやっさんに言ったら頭を押さえられたりは。無駄だ。親父にはもう頭を止める力はねえ。事情を伝えたとこであの人を困らせるだけだ。東もそれが分かってたからずっと一人で飲み込んでた。そっか、そういうことなんだな。俺先に帰るよ、海藤さん。ん？積もる話があんだろ、あんたらには。邪魔しちゃ悪いもんな。